Total Feedback。 Total Feedback 配信周年アナログレコアツーデーズ記念座談会、今日はよろしくお願いします。プライフィーザベッドルームの畑祐介です。柴野そうです、よろしくお願いします。そしてこちらはゲストというかご出演者の皆さんです。どうぞ。ユーシーズドライブ中村祐一です。夜にかけるというバンドで歌とギターを担当してます、橋本理央です。コンプリートチームのお金をしてもらいます。お任せいただいております。あかねです、よろしくお願いします。ザ・フローリストの今村と申します、よろしくお願いします。ボラックスのベースの後輩です。おい、父よ。もし本当だと、今日ってレコ発 2days なんですよね。で、レコード版アナログ、アナログの発売日だったはずなんですけど、はい、見事にコロナに巻き込まれてしまって、アメリカの工場が年内いっぱいもう65じゃないということで、本当申し訳ないですけど、レコードと出ないです、出ません。アンリリース期。アンリリース、今日はだからアンリリースっていうタイトルなんですけど、はい、まあそれを置いときつつ、トータルが10月から始めて2020年の、ちょうど今日で1周年です。ありがとうございます。まだ働いてます。ありがとうございます。まあそんなこんなで、まあコロナにみんなちょっといろいろとね巻き込まれてますけど、まあ前回の2020年のトータルの、コンピ自体もコロナ中でしたね。あの時も出す出さないみたいな話になったけど、結局もう出すことに意味があるっつってみんな頑張って、で配信で10、11、12か3ヶ月は無観客でやりましたね。その時にも皆さんご出演をされてますよ、ね。まあだからバンド自体はみんな動いてるんでね。でそんな中でこうコロナ中になんか出した人います？実際はうちは出してない。そうですね、デジタルのみだ。そうですね、デジタルに3曲ですけど、まあコンピ入っても入れて3曲。そうですね、はい。中村さんはだってあれでしょ、まあゼペットは出してないけど、うん、ルシーズがもうルシーの曲をね作る気分になれなかったの、全然。そう、そういうのあるある、状況的にさ。で、まあ、新しいちょっと挑戦する。はい。ちょっとローファイヒップ。はい。まあ、インスト系のね、まあ、いわゆるちょっと癒しっぽいのを、まあ、自分でもちょっと求めてたっていう。それのリリースは、完全にコロナによる気分です。そうそう。あれ夜にかけるわ。出します。9月。あ、そうか、これ放送中か。そんなんいいよ、気にしなくて。9月の3日にセカンド EP をリリースします。あれなんですよね、私たちのバンド自体が2020年の1月から活動始めたんで、コロナドンピシャで、その中で去年の夏もリリースしたりとかで、また今度リリースしたりとか、うん。フローリストは、フローリストは年内、秋ぐらいですかね。フィジカル、まあ、CD ですね。出しちゃおうか。CD のフォーマットの話ですよね。はい。アルバムで出そうか。あれ、読みかけるもちゃんとフィジカル。フィジカルも、あ、CD で。あ、バッチリじゃないですか。今もうレコードさ、売れない、CD。売れないって言ってて、こう結構こうリリースの形がすごい変わってきてるじゃないですか。まあ、本当だったら、まあ話ちょっと戻るんですけど、レコード出したかったですよ。アナログでね。前ほらね、クライブは。あれ出しかしました。ね、あれもアメリカのレベルですね。うん、今回もアメリカのデイドリームレコードっていうレベルですね。で、2枚まとめて出して、今日2枚しっかりみんな売って、うん、お小遣いもらおうと思ってこういう感じで。出ますよみたいな。ああ、本当はね、今日これですっつってやりたかったんですけどね。まあ、いかんせん、こう、イベントだけ先に組んじゃってたんで、年末がどっちか聞くっていう形になってしまったんですけど、配信の時代になって、みんなこう、やっぱライブのあり方とか、そう、だいぶ変わってきたりもするんですけど、こう、やってて違和感とかって、中村さんありますか？コロナ以前だと、うん、もう本当生一発で、来てるお客さんに対しての感じだったんだけど、今っていわゆるその配信で PC の前に行くとか、はい、まあ、スマホで行くし、うん、あとアーカイブが結構残ったりするじゃないですか。
あれ女の子大変でしょ。あ、なんか結構アップでがっつり撮られて、うん、化粧の感じ変わりません？なんか変わります。変わりますよね、はい、なんかその配信だと光強いじゃないですか、うん、なんかパンって、そうそう、だからあのなんかこう舞台メイクみたいな、ね、感じにしないとのっぺりのっぺらぼうってなるんですよね、はいはいはい、なんかその配信あるとそのどこ見たらわかんないみたいなのがまずあったりとかしますよね、うん、あとなんかアーカイブ残っちゃうからなんかちゃんとやんなきゃみたいな緊張感が、無駄な今まで考えなくてよかったことがね、はい、出てきちゃった、今ある気がします。普通のライブハウスだとさ、うん、まあ出音ちょっとバランス気にするぐらいでよかったんだけど、はいはいはい、要は配信用のバランスとかも考えないといけなくなるから、うん、特にイベントになるとさ、リハーサル時間も短いじゃん。その中で両方とちょっと厳しい。なんか信頼するしかない。そうそうそう。だから小平君とかだと、なんか、まあ、なんか音のこと気にするとか言ったけど、何をどうやって対処してるの？僕、ベースに関して言えばなんですけど、DI にもアップシミュレーターついてるやつ。機材のめんどくさい話じゃないですか。若干なんですね。なるべくその、なんていうんですかね、配信の音と外の音が変わらないようにっていうか、ちゃんとアンプから出てる感が出るように、ベースとしてもラインメインになるので、うん、そこだけちょっとなんか、配信にして機材変えたかな。ああ、変わってですね。いや、だからまあ、見るにしても、音にしても、すごい変わってきてるし、うん、だから名村さん、事前アンケートに書いてましたけど、うん、こう演奏の始めるときと終わるときのあの感じ、うん、なんか微妙な感じね、ぬるっとしちゃう、うんね、特にお客さんがいない状況だと、あ、無観客の時そう、うん、普通にしれっと出てきてる、うん、まあ SE あるんだったらいいんだけど、多分 SE だって、うん、あの著作権問題がある、ね、そう、うん、だから今までお気に入りの曲かけてたのができなくなるみたいにしてるから、あとは終わりね、バーンと終わって、うん、まあ多少なりそう、こう拍手とか、あってこう出てく感じが。こう変えられる感じがないもんね。ない。確かに。なんか微妙な感じで帰ってくる。すごいテレビ的ですよね。映像作品撮ってるみたいな感覚。あのね、テレビのなんか収録に近いでしょ、うん、それすげえわ。はい、ごめんみたいな感じで。そうそう。はいだと特に、そう、いつもトータルの時、ね、袖の人間が5秒前って始めてる、うん。あそこでみんな、と思ってやっぱりテンション持ち、そうですね。もうなんかボー、あ、これほとんどボーカルか。みんなやりよう違う気がするんですけど、りょうちゃんどう？多分本数多いよね、ライブ。呼びかける。いやー、どうなんですかね。初めて、さっきも言ったように2020年1月に始めて、去年の夏、春から夏は全然ライブしてなかったんで。あ、そうなんだ。なんかツイッターとか見てると月に2本ぐらいやってるイメージが、あ、そのぐらいはやってます、うん、だってゼペットどうですか？ゼペットはね、まあ9月に1本やったけど、でも3ヶ月に1本ぐらい、そんなもんですよ。フローリス持ってやってる、あ、でも同じぐらいですよ。3ヶ月に1本ぐらい、俺らもそうですし、コラプスはちょっと違う、月1ぐらいですかね。月1あるかないか。え、コンクリームもやつ月1ぐらいオフの月もありますよ。そうですよね。スマンさん、高校の時めっちゃやったよ。一番先輩やん。いや、私一人なんで、基本的には一人でやって、バンドセットと弾き語りがあるから。あ、そうなんですね。だからバンドセットの時はその特別っていうか、あ、まあそうです、憧れがあるんですよ。憧れがあるんですか？あるんですよ。なんか9月に目指していただく。あ、そうですね。9月が一回初めての登壇です。そうなんです。で、はい、これまだオフなんですけど、全然 OK です。あの、まあ、その話は後でまたします。バッチリ、全然いい組でした。まあ、でもみんな、あれっすね、やっぱり、みんなに聞いたとき、一番よくやってるのこちらでした。私が一番やってました。いや、なんか逆に知りたいですよね。いろいろどうしてんだろう。だって会場によって、あのカメラの感じも違うでしょ。違いますね、全然違います。そうですよね。なんか、お客さんとか、来てやるときっていうのも、逆に何この会場が結構ぬるっとしちゃうというか、あ、お客さんの方もね。そうなんですよね。確かに。なんかそのあとは現場トークショーとかもこんな、あの月1ぐらいでやったりしてる。なんかその会場で言うから面白かったこととか、あ、あるかも。あって、なんか
かその笑い声とか入らないとか、そのマスクしてたりとかであんまり声出さないでくださいっていう中で会話をしていくのは結構難しかったです、うん、そのリアクションがない中で発信するのみになってしまう。そうですね、コメントとかを拾うみたいな文化はもうなくはないんですけど、ああ、はいはい、ツイキャスとかそういうやつね。あとなんかラグがあったりとかもするので、確かに配信はまだ慣れてないな。ここもそうよね。ここで、配信見てたら、お客さんが上がって上がってきたら終わったんだ、こっちやってるけどっていう状態になってる、ね。うん、そうです。タイムラグだから。そうですよね。となると、その、ツイッターとかでつぶやいてもらっても、ちょっとずつずれてるから、難しいところではあります。そうですよね。まあ、とか言いつつ、でも配信始まっていいことも結構いっぱいあって、今までだったらね、クローズのライブのバーだけで、まあ、例えば売り切れたら200人とかぐらいしか見れなかったのに、まあまあ無制限にね、見れる状態だったのと、あと、外国の方が見てくれたのが、でかいですよね。特に手芸は、やっぱりこうニッチなと、ね、世界中みんな、海外の友達いるでしょ、皆さん。海外の友達。そういうところとか見てもらえるのがありがたいかな。あとまあ、こうやってみんな呼び出されて、こうやってトークとか、このやるようになったのも、まあそうだね、コロナ前はもう考えられないもんね、そういう、ね、仕事量を死ぬほど上がってますからね実際にで、まあまあそういうとこみんなで作っていくっていうのは、まあ配信時代によって、まあ良かったところではあるかなとは思ってるんで、コロナ過ぎてもこれはちょっと続けたいなと思ってます。強くね、喜びの声もいただくのかな。マジっすか。遠方に住んでる、はいはい、あと家庭事情、夜勤の人、子供がいる人、夜は出られないし、行けないよって言っても家で見られるので、そうですよね、子育てだから行けないという人とかは、うん、ああもうそうか、ネットで、あとあれですよね、アーカイブがあるとね、そうそうそう、好きな時間に、そうかそうか、一人の時間に見られたら、すごくいただいて、まあ期間中だと何でも見れるし、そう、コロナ終わっても目標が続けてっていうのすごく、あ、それはありがたいし、やっててよかったじゃないですか。家で踊るのも楽しいなって感じ。家で踊る？え、わかりますよ。踊るって家であのプロジェクター買ったんですよ。それわかる。すげえわかる。俺も買いました。大きい画面で、はい、なんかまあイヤホンなり、まあ、別にスピーカーでもなんかそのちょっとなんですか、ちょっとテンション上がることって家の中で全然なかったから、大きい画面でなんか音楽楽しいなって。それはそのプロジェクターに関してはちょっと俺もすごく思う。本当ですか。面白いですよ、ね。いやもうなんで今まで買わなかったんだろうっていうぐらい。なんか自分のライブとかも確認できたりとかするし、配信。俺ねアーカイブ自分のあんま見たくないんだよ。わかります。ね、すげえ冷静に見ちゃうんです。そうなんですよ。やっぱりここ外してんじゃん。そう。下上乗ってる時と家でお酒も飲まずにボーッと見てる時に。それはあるんですけど、まあでも、まあ確かに気づきますね、プロジェクターとかで見ちゃったら。なんか今までって DVD とか予約、お願いすると、録画お願いするとお金かかってた。かかった、かかった。それがその配信になってから、そのリンクとかもらえたりする。そうかっていう。なんかそれで確認してとか、どうやって映ってるかとか、うん、自分的にはありがたいというか。そうですね。面白かったり。そうですよね。だって実際トータルも、はい、その作、その動画配信したものをみんなにお渡ししてるんで、それも売るでもいいし、まあ、勝手に流せもいいしっていうことやってるんですけど、あんななんかこうそれこそこう5カメとか入って、プロショットの映像を撮ろうと思ったら、ちょっと落ち的に撮るんだったらね、DVD1 本作るのいくらかかるって話になったのが、まあそういう意味ではいい時代っちゃいい時代ではあります。こういう収録もさ、本当、いわゆるテレビ局のスタジオに行ったりだっていう感じだったよ、うん、それがもう YouTube 仕事やってますみたいな感じの人しかやってないから、うん、まあね、声みたいになれないで声がでかくならないって言うんですよ。まあバンドによってそれぞれね、キャラもあるし、それぞれ個性もあるんだけど、そうっすよね。まあじゃあこのままやっぱり配信続けてやりたいなと思います。結構いい時間なんで、これ次の明日放送の方でちょっと喋っていいですか。もうちょっと面白い感じいや、面白いです。いや、楽しいです。はい。じゃあまた明日もよろしくお願いします。